DeNA、渡来優樹、11試合連続ヒット。DeNA ドラフト1位、渡来優樹外野手が、継続中の連続試合安打を11試合に伸ばした。ヤクルトとのオープン戦に、1番ライト、で先発。3回戦投、ヤクルト先発サイスニードの高め147キロ直球を逆らわずに流した。ゴロで三遊間を破る左前打。先頭打者でチャンスメイクすると、オースティンの右翼越え二塁打で三塁に進み、佐野のみゴロでホームに生還した。これで練習試合を含む対外試合で11試合連続安打を達成。第2打席終了時点でオープン戦の打率4割3分5厘と好調をキープし、開幕1番を手繰り寄せた。11試合連続安打。今日もヒット。ようやっとる。素晴らしい。本物すぎる。打球速度がいいのがええよな渡来。梶谷外の1、2番コンビのようなワクワク感。今日の打ち方見た？この子打席の中で余裕ありすぎやろ。明るいやつなだけじゃなく度胸もあるでこの子。渡来オースティンの並びは確定や、試合開始から楽しみすぎる。ご視聴ありがとうございました。